ダイオウイカによって刻みつけられた吸盤の傷跡が残るマッコウクジラの皮膚ダイオウイカは海岸目ダイオウイカ科に分類されるイカ。ダイオウイカ族には複数種があるとする説もあったが遺伝子的に極めて均一な同一種だと判明した。ヨーロッパに伝わる巨大な陶足類の伝説、クラーケンはダイオウイカをモデルにしているとも考えられている。大王ホウズキイカと共に 世界最大級の無脊椎動物として知られている。体長はダイオウホウズキイカよりずっと長いが、体重はダイオウホウズキイカと比べるとかなり軽い。俗名アーカトゥーサスは古代ギリシア語タウイプシロウプシロンシータイカに最高位の最多量を意味する窃盗時歩きマイナスを添えたもの。和名ダイオウイカのダイオウはダイオウのこと。 生物標本生物標本非常に大きなイカであり、日本での発見例は、外長頂1.8メートル、食腕を含めると6.5メートルにも達する。ヨーロッパで発見された、個体群になると、特に大きなものは、体長18メートルを超えたとも言われる。大王法ズキイカと共に、世界最大級の無脊椎動物として知られている。 直径30センチメートルにもなる巨大な目を持ち、大王ホウズ月以下のそれと共に、生物界で最大とされている。これによりごくわずかの光をも捉え、深海の暗闇においても、視力を発揮できる。触手の長さと胴体の大きさに比べ、胴体先端の遊泳ヒレが小さく筋肉中に、塩化アンモニウムを大量に含んでいることから、遊泳能力はあまりないと考えられてきたが、 公実する生きた姿の撮影。特に2013年に公開された NHK による小笠原沖での調査映像では深海を巧みに動く姿が撮影されている。北、アメリカやヨーロッパ付近の大西洋、ハワイ島付近、日本では小笠原諸島付近の太平洋など広い範囲で発見例があるものの深海に生息するため全体としては発見数が少なく 台風によって浜辺に打ち上げられたり、死骸が漂着するなどの発見例が大半である。漂着は日本、ヨーロッパ各国、アフリカ各国、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドなどで報告されている。日本では2013年までは平均して2年に1度程度の 頻度で報告されており、1941年から1978年までの37年間には20個体が報告された。ただし、2013、2014年の冬は報告が極端に多く、7件が報告された。この原因としては、2006、2007年の冬と同様の海水温状態が再来したとする説や、単にダイオウイカの知名度が上がったためであり、 過去にも報告されなかった漂着が多数あったはずだとする説などがある。生きている個体の目撃例はほとんどなく、その生きている映像は日本の研究家が2006年12月に小笠原沖650メートル付近に仕掛けた深海建縄で捕獲した大王イカを戦場から撮影したものが世界初とされている。この際の映像での退職は赤葛色だったが、 2013年に公開された小笠原沖での深海映像では活発に活動する状態で他のイカと同様に体色も変化するため光を反射する黄金色の体色であった。なお標本や芯で打ち上げられた個体は表皮が剥がれ落ち白く変色する。大王イカについてはまだまだ生態、個体差ともに不明な点が多く詳細は 今後の研究が待たれる状態である。天敵はマッコウクジラであると考えられている。その理由として、マッコウクジラの胃の内容物から本種の痕跡が多く発見されることと、頭部の皮膚に吸盤の跡やその爪により引き裂かれた傷が残っていることが挙げられる。ダイオウイカの吸盤には、ノコギリ状の硬い歯が円形をなして備えられており、獲物を捕獲する際にはこれを、 相手の体に食い込ませることで強く絡みつくと考えられている。また、弱った個体や死骸がサメやシャチ等を他の肉食生物の餌にされたり、幼体時の浮遊期にもチーカが多くの生物の餌になっていると考えられている。なお、ダイオウイカの卵はクリーム色もしくは白色をしており、およそ1ミリメートル程度である。ニュージーランド近海での調査からは、 ダイオウイカが捕食する獲物は、オレンジラフィーやホキといった魚や、赤エカ、深海生のイカなどであることが、胃の内容物などから明らかにされている。ダイオウイカの液心標本。1996年12月24日、鳥取県のハワイ海岸に打ち上げられたもの。国立科学博物館の展示。これまで、ダイオウイカ族には21種が記されてきた。ダイオウイカを、 単一種とする場合、これらはすべてシノニムとなる。従来、これらを八種とする説、一種の三種とする説などがあった。オーストラリア、スペイン、アメリカ合衆国フロリダ州、ニュージーランド、日本の海域で発見された43体のダイオイカを DNA 解析した結果、DNA の特徴の差があまりにも小さかったことから、 ダイオウイカ族にはただ一種しか存在しないとの説もある。アーカトゥーサスドクス以外は禁煙な別族とする説もあった。分布が非常に広いこと、人間の影響を受けにくい深海に生息すること、本種を対象とした漁業がないことなどから生息数は不明なものの2014年の時点では種として絶滅の恐れは低いと考えられている。 クレーケンなどという名前で文学などで出てくることがある。ダイオウイカの生物標本本種やダイオウホウズキイカのような巨大なイカ類の体組織には浮力を得るための塩化アンモニウムが大量に含まれている。そのため、これらのイカの実の味には独特のえぐみや臭みがあり、食用には適さないとされている。過去の日本のニュース番組では、捕獲したダイオウイカを漁師が刺身にして食べる場面が、 放映されたこともあるが、食後の感想は、しょっぱくて食えた白物ではないとの否定的なものであった。また、国立科学博物館の久保寺常美博士の証言によると、食えないことはない。だが、体を浮かせるために、水より比重が軽いアンモニアの入った袋が、体内にあるため、アンモニア臭がある。いかに、2014年2月25日に、水揚げされた際は、 ぐるぐる、ナインティナインのスタッフが、日本全国のイカの特集で取材した。この際、地元の漁業長が生のダイオウイカを食したが、味は水っぽいと評した。その後同番組でダイオウイカの足の一部ももらい受け、番組内で、岡村隆史、徳井吉姉、宮崎吉子が、ダイオウイカのイカ焼きを食べたが、岡村は、口触りは非常に悪く、 アンモニア臭がひどいと苦悩の表情で食した。その後も、2014年4月8日に、富山湾で発見された個体が、富山県伊水市の新港漁港で水揚げされ、新港漁協職員が試食したものの、以前の報告同様、イカ特有の歯ごたえはなく、また塩辛く、塩の塊を食べているようで美味しくはないと評している。ただし、本種と同様に塩化アンモニウムを含む、 魚介類の加工技術を応用することで食された例もあり、近年では主に南アメリカ諸国が輸出のための本格的な食用化研究を進めている。ありがとうございます。